節分の豆まき。太郎くんの村はどこを見ても雪景になり、今年も豆まきの季節がやってきました。今日は節分よ。節分って何？太郎くんは豆を準備しているお母さんに尋ねました。節分はね、冬が春に変わる時のことを言うのよ。まだ寒いのに春だなんて変なの？太郎くんが笑っていると、お母さんは次にヒイラギの枝に焼いたイワシの頭をつけ始めました。これ何？太郎くんが不思議そうに指さすと、これはね、ヒイラギイワシといって鬼が嫌いなおまじないよ。トゲトゲの葉っぱは鬼の目を刺すし、お魚の匂いと煙は鬼が嫌いだから、これを飾ると鬼が近寄ってこれないの。鬼が来るの？太郎くんは不安そうにお母さんにしがみつきました。鬼はね、季節の変わり目にやってくるのよ。だからこれを玄関に飾って鬼が入れないようにしましょう。お父さんが帰ってきたら豆まきも一緒にしましょうね。お母さんはそう言いながら玄関にヒイラギイワシを飾りました。ヒイラギイワシがあるのにどうして豆もまくの？太郎くんは不思議に思いました。お母さんは太郎くんの胸に手を当てながら、人の心の中にもね、喧嘩しちゃったり嘘ついちゃったりする悪い鬼がいたりするの。その鬼も外から来る鬼と一緒に追い出すために豆をまくのよ、と教えてくれました。太郎くんは自分の胸に手を当てながら、お友達と喧嘩をしたことを思い出していました。早く豆まきして鬼を追い払わなくちゃ。慌てている太郎くんを見てお母さんはクスクスと笑いました。夜になり、太郎くんの家の玄関に鬼がやってきました。でも悪さをしたくても玄関に飾ってあるヒイラギイワシのせいで家の中に入れません。いたたたた、葉っぱが目に刺さる。この匂いも鼻がもげそうだ。鬼がたまらず家の陰に隠れると、ガラガラッと太郎くんの家の窓が開きました。鬼がびっくりして思わずその場にしゃがみ込むと、鬼は外、福は内。太郎くんの元気な掛け声と一緒にたくさんの豆が飛んできました。どんどんと飛んでくる豆は隠れている鬼にバシバシと当たり、たまらず、いたたたた、ごめんなさい、もう悪さはしないよ、と言って鬼は逃げていきました。さらに鬼が逃げていくのと一緒に、太郎くんの胸から小さな小さな鬼も飛び出していったように思いました。あちらこちらの家から鬼は外、福は内、元気な掛け声とともに豆が飛んでいきます。逃げた鬼たちは
他の家にも入れません。誰にも悪さができない鬼たちは仕方なく遠くへ逃げていきました。残ったお豆全部食べてもいい？太郎くんがお母さんに聞くと、これは年の数だけ食べましょうね。この豆は福豆といって、自分の年の数だけ福を体に入れると1年間元気に過ごせますよっておまじないなのよと教えてくれました。それを聞いた太郎くんは、元気にたくさん遊びたいから年の数だけにする、そう言ってお母さんとお父さんと一緒に自分の年の数だけ豆を食べ、次の節分まで元気にたくさん遊んで過ごしました。おしまい。